ああ、彼が通るかもしれない場所は全てチェックした。アスター所長に報告を忘れるな。ベース部分以外の問題の後で処理するとして。ああ、貴様か。すまない、こんなところを見せてしまって。緊急の要請があってな。貴様が来る前に処理を終わらせるつもりだったんだが。この話はやめよう。ほら、これをやる。朝に作ってずっと保温しておいたんだ。
嫌でなければ受け取ってくれ。何を送ろうか悩んでいたんだが、やっぱり自分の得意なものが一番だと思って。お嬢様はこれが好きなんだ。貴様にも気に入ってもらえたら嬉しい。周囲が騒がしくてすまない。ここはプレゼントを贈るのにふさわしい場ではなかったな。本当ならもっと静かな場所で貴様の感想を聞きたかったんだが。お嬢様がおっしゃっていたんだ。感謝は誠意を持って伝えるべきだと。ただ残念なことに最後は少し急ぎ足になってしまった。今日ある大物から突然宇宙ステーションを訪問したいと申し出があったんだ。あまりにも唐突だったからみんな少し慌てている。しっかり接待しなければミス・ヘルタのイメージを損ねてしまうからな。アスターお嬢様が客人はミス・ヘルタの学術仲間だとおっしゃっていた。彼女と渡り合えるなんて銀河の中でも実力がある人物に違いない。もう時間だ。そろそろ客人が到着する頃だろう。貴様も興味があるならあの人波についていくといい。俺とお嬢様は後から合流する。準備してちょうだい。仮説、思想は常に言葉よりも先にある。ならばこの喜びを定義できる言葉はない。お会いできて光栄です、アスターさん。申し訳ありません。予定より4分13秒も早く到着してしまいました。ご迷惑でなければ良いのですが。とんでもありません、スクリューガム様。ようこそ宇宙ステーションヘルタへ。そんなにかしこまる必要はありませんよ、アスターさん。様など使わなくとも結構です。ヘルタは知識が集結する場所。ここでは思想の平等を賛美しましょう。有機生命体の協力は実に奇妙で効率的だ。あなた方が宇宙ステーションを再建するスピードは私の推測よりもはるかに速い。ありがとうございます、スクリューガムさん。よろしければこのまま宇宙ステーションをご案内しましょうか。前回のサミットの後、シリコンベースマトリックスに基づくいくつかの新しい研究プロジェクトを立ち上げたんです。ぜひ案内していただきたいと言いたいところなのですが、ヘルタさんとの約束がありますので、そのサプライズは後で堪能させてください。ミス・ヘルタは彼女のオフィスにいるはずです。どうぞこちらへ、ご案内します。はい。こちらの方は。おお、こんにちは。あなたのご高名はヘルタさんよりかねがね伺っております。彼女と同じように私もあなたに興味があります。性格と共に生きるというのはどのような感覚なのでしょう。これから先お互いを理解し合い、
この疑問の答えを見つける時間があると良いのですが。すまない、本当は貴様を案内しようと思っていたんだが、少し厳しそうだ。あ、じゃあ俺は先に失礼する。らしいですね。この辺にあるはずなのに。まさかミス・ヘルタの肖像画の中に隠されているとか。おや、僕に何か用ですか。フロントならここを出てまっすぐ行ったところに。待ってください、その気遣いと求められたら必ず応じてくれそうな口ぶり。あなたが最近宇宙ステーションで有名な親切な方ですね。先に自己紹介をしておきましょう。僕はレオナード、この宇宙ステーションのネットセキュリティエンジニアです。知っているかと思いますが、つい最近ここは反物質レギオンの襲撃に遭いました。あの騒動で各部分のメイン制御システムもダウンしてしまったんです。現在宇宙ステーションは復興の最中、僕の役割は各設備を修復してここのネットセキュリティを復旧させることなのですが、復旧作業の過程で複数の異常が見つかりまして、訪問ログを調べたところ、メイン制御システムがダウンしていた間、レギオン以外の第三者が侵入していたことが分かったんです。その可能性が高いと思います。僕たちは性格ハンターではないかと疑っています。彼らは危険な集団で神出鬼没、カンパニーが指名手配していることでも有名ですから。中にはパンクロード生まれのスーパーハッカーもいるそうです。情けない話ですが、すでに彼女には一度してやられているんですよね。この前調査の過程で彼女の足取りを掴んだんです。手がかりをたどって相手の動向を探るつもりだったのに、逆に彼女の罠にはまって返り討ちに遭ってしまって。その後どうなったと思いますか。彼女は僕のデバイスをハッキングして、たくさんの人にスパムメッセージを送った挙句、宇宙ステーション全体を相手取ったゲームを開催して、みんなにレオナードという間抜けがやらかしたと言いふらしたんです。今は事態も収拾していますし、この話はやめましょう。当時は責任を追及されることも覚悟していましたが、ミス・ヘルタは寛大にも調査を続けることを許してくださいました。まさに不幸中の幸いというやつですね。そんなこと、僕みたいな下っ端ミス・ヘルタが気に留めるわけがないでしょ。とにかく上長から与えられたチャンスを無下にするわけにはいきません。功績を上げれば名誉挽回できる可能性だってありますし。なので今回は宇宙ステーションの内部から手をつけることにしました。侵入者の移動経路を復元する手がかりを見つけられれば、これまで見逃していたことを発見できるかもしれません。そのために読解プログラムを設計したんです。ほらカメラのように見えますが、これは探索機なんですよ。
これさえあれば隠された痕跡の一部を見ることができるんです。そう、例えばこんな風に。おっと、これは…一滴の水？僕には一滴の汗のように見えますが…信じられない。どうしてこんなものが宇宙ステーションに？いくらスタッフたちに考えがあったとしても、壁に落書きをするとは思えません。ましてや一滴の汗なんて。これが僕たちの探している怪しい痕跡なのでしょうか。予想していたものとは少し違いますが。考える時間をください。あ、わかりました。これは電子落書きですよ。パンクロードのイメージとも一致しています。僕の推測が正しければこれには何らかの暗号化が施されているはず。もう一度解読すれば今度こそ本当の痕跡が見えてくるでしょう。それは難しい質問ですね。会話が自然に進みすぎてすっかり忘れていました。最近はストレスが溜まっていて無意識に仲間が欲しいと思っていたのかもしれません。それにもし本当に性格ハンターに関する手がかりを見つけられたらあなたの役にも立つでしょ。とにかく僕を助けると思って手を貸してください。そんなに時間は取らせませんから。ほら、早く壁の落書きにピントを合わせてみましょう。
悪い気分。争いに意味はない。盛り上がってるじゃん。乗ってる？お注射の時間よ。助かった。あら？びっくりした。見ましたか？ここから何か飛び出したと思ったらボイドレンジャーが現れました。でも見てください、僕が推測した通りこの落書きは暗号化されていました。解読すれば隠された情報を見ることができます。監視システムに彼女の姿が映っていますね。カンパニーの指名手配写真と相違ありません。何をしているのか見てみましょう。これは転送ビーコン？あ、なるほど。おそらく彼女は侵入した際に反物質レギオンと衝突してしまい、このビーコンを使ってレギオンを別の場所に転送したのでしょう。さっきはうっかりビーコンを起動させて転送されたレギオンを呼び戻してしまったんですね。いや、驚きました。性格ハンターってこんなことまでできるんですか？ピアツーピアは動力源のサポートを必要としない、つまり計算だけでビーコン転送を実現したということ。だから宇宙ステーションに侵入できたのですね。この能力の高さ、ミス・ヘルタのオフィスも安全とは言えないかもしれません。落ち込まずにはいられませんよ。あなたがいなければ僕は今頃地面に転がっていたでしょう。だから僕にとってあなたと一緒に行動することは本当に大切なんです。近くに奇妙な信号があります。別の落書きかもしれません。ほら、前にクエスチョンマークまでつけるなんて、完全に僕たちをからかっていますね。彼女はベース部分に向かったようです。まあ当然かもしれませんね、道は一本しかありませんから。あれ、消えてしまいました。解読したのに途切れ途切れになっていますね。ここでしばらく立ち止まっていたのかもしれません。周囲を探してみましょう。リコ、偽の身分データはもう登録してある。なるほど。自分が先に侵入して他の仲間が正面から入れるよう手配する、典型的なハッカーの手口ですね。どれどれ、使用した名前はカーニウェル・レオナード。彼女が僕の身分データを盗んだんですよ。このログ、定期メンテナンスの時は気づきませんでした。自分の名前だからと無意識のうちに飛ばしてしまったのかも。なんて狡猾なんだ。全くですよ。
に落書きを残すなんて、敵ながらあっぱれですね。まるで彼女とゲームをしているような気分になります。少しずつ点と点がつながっていく。これは聞いた話ですが、パンクロードにはハッカーがハッキングする際、故意に何らかの痕跡を残して発見されるのを待つという伝統があるそうです。まるで挑戦状みたいですよね。彼らはそれをパンクロードの精神と呼んでいるそうです。矛を交えるからこそ勝敗があり、勝敗があるからこそ面白い。人生をゲームとみなして楽しくプレイすることが最も重要だそうですよ。そういった考え方は理解できませんが、今の状況から察するに、この落書きも僕たちが追跡できるよう故意に残したのかもしれませんね。この前もあと少しというところまで行ったのに、最後のデータ攻防戦でボロ負けしてしまって。あなたの言う通りですね。もう過去の失敗を引きずるのはやめにします。ありがとうございます。あ、彼女が先に進むようです。早く後を追いましょう。この方向はどうやら仲間と一緒に監視室に行くようです。一つとして同じ落書きがないなんて、本当に芸が細かいですね。記録は破損しているのかもしれません。彼女、壁を通り抜けて消えてしまいました。その可能性は低いと思います。ほら、明らかに壁を通り抜ける瞬間が映っているでしょ。待ってください、わかりました。これはおそらく器物の効果です。きっとここにはデフォルトで設定されたフォールドスペースがあって、それを侵入者が見つけて利用したんですよ。通りでずっと器物のリストを見ていたわけだ。このスペースは正確の収容場所につながっているに違いありません。何か覚えていませんか？あなたはそこで正確を体内に入れられたのでしょう。それにしても、彼女たちの目的が正確なら、どうしてあなたを置き去りにしたのでしょうか。彼女ほどの実力があれば、ビーコンを一つ増やすだけであなたを連れて逃げられたでしょうに。おいや、ここには落書きがない。困りましたね。手がかりが途切れてしまいました。どうにも
理解できません。彼女は本当に何もせずにここを去ったのでしょうか。遠路はるばるやってきて何も持ち出さないどころか何も残さないなんて、性格ハンターってこんなにスマートなんですか。ああいえ、彼女たちはあなたを置いていったんでしたね。その少し変に聞こえるかもしれませんが、僕が言いたいのは、見知らぬ場所で目を覚ますのはきっと辛いでしょうということです。どうやら彼女たちの目的は単純なものではないようです、はあ、あなたの助けになるような手がかりが見つかるといいのですが、そうでなければただ時間を浪費させたことになってしまいますので申し訳が立ちません。口に出したせいで余計に不安になってきました。僕にもできることを探さないと。ああ、ここに採点銃がある。僕は一体何点を取れるのでしょうか。で、あ、これを見てください。採点銃の収容場所に奇妙な訪問ログが残っています。時間はちょうどレギオンが侵入した頃ですね。スタッフたちは避難していたはずですから、これは彼女たちが残したログかもしれません。彼女たちは宇宙ステーションを離れたわけではなかった。あなたの体内に性格を入れた後、ここに残って採点銃で遊んでいたとか。もしかして。少し気になることを思い出しました。一緒に反対側の鬼物収容室に来てください。彼女はここに来ています。だ、さっき思い出したのですが、ミス・ヘルタのコレクションの中にパンクロードの精神と呼ばれるゲームカセットがあったんです。うむ、あなたも思い当たる節があるようですね。実はそのカセットは行方不明の器物のリストに入っているんですよ。
2つの出来事は無関係だと思っていたのですが、あのハッカーが性格ハンターとしての任務以外に個人的な目的を持っていたのだとしたら、分かった、分かりましたよ。性格ハンターとしての行動は彼女にとって一種のカモフラージュに過ぎなかったんです。その通りです。彼女が器物のリストを気にしていたのも、任務完了後に宇宙ステーションに留まっていたのも、器物が彼女の目的だったからに違いありません。性格ハンターとしての行動を僕たちが調査する際の目くらましにするなんて、すごい。さすがはパンクロードの出身といったところでしょうか。ですが、一つ気になる点があります。器物はミス・ヘルタが何よりも大切にしているもの。そのため全ての訪問申請は主制御室のコンピューターを介して彼女のオフィスに送られるのですが、あるスタッフが申請をせずにミス・ヘルタに秘密で器物の研究をしようとした時は、あっけなく彼女に見つかってしまったんです。ミス・ヘルタが何の反応も示さなかったとすれば、考えられる可能性は一つだけ。それは主制御室がハッキングされたということです。急いで確かめに行きましょう。ステーションのスクリーンを見るとゾクゾクしてしまいます。まずは僕に調べさせてください。なんてことだ、訪問ログだけでなく全ての端末の通信が遮断されています。以前はレギオンの仕業だと思っていたのですが、こういうことは優先順位が低いですから。宇宙ステーションの処理待ちの案件は天に届くほど積み上がっていますし、でも少し変ですね。彼女は端末の通信を一時的に遮断したのに、ローカルデータには手を触れていないようです。全く理解できません。性格ハンターなのに性格を持っていかない、ハッカーなのにローカルデータを消さない。おや、ここに外部インターフェースがありますね。念のために調べてみましょうか。大丈夫、僕こういうの得意なんですよ。このプロトコルを見てください。争いに意味はない。手の施しようがないわね。
おやすみ。ランス、戦闘準備。ほら、僕の言った通りでしょ。あのハッカーが残したローカルデータにはやっぱり何か仕込まれていた。今なら器物の出し入れ記録を調べられ。あれ、おかしいですね。この器物、宇宙ステーションから持ち出されていないみたいです。結論から言えばそうなりますね。記録によるとこの器物はミス・ヘルタのオフィスに持ち込まれた後に消えてしまったとしか。混乱してきました。銀狼は何がしたかったのでしょう。まさかこの落書きは本当に僕たちをからかうためのもの。いけない。こんな風に考えたら負けですね。たとえ最後の手がかりしか残っていなくても調査を続けなければ。さもないと僕の首が飛びかねません。
信じてもらえないかもしれませんが、
ダメ。もう一度だけ言うけど、ルアン・メイがあなたに何を吹き込んだかなんてどうでもいいの。模擬宇宙を閉鎖するってありえないから。ヘルタさん、これは私が決めたことなのです。質問。このプロジェクトに我々がつぎ込んだものは、何百というシステム時間と惑星一つ分の資源、そして宇宙の最先端技術です。そこまでして我々は何を得たのでしょうか。未知、疑惑、数えきれないほどのエラーです。当初我々はアイオーンが行動する縮小世界を垣間見ることはできないかと考え、模擬宇宙を定義しました。しかし今の模擬宇宙の在り方はその目標から逸脱しているではありませんか。模擬宇宙にはエラーが必要。あなたが言ったことじゃない。現状の模擬宇宙はあなたの言葉と完全に一致してる。何が不満なの？私は知識の本流を評価していますが、模擬宇宙が永遠に処理待ちの契約書になっている状態を認めることはできません。ヘルタさん、考えてみてください。このプロジェクトはどれだけの喜びをあなたにもたらしましたか。そしてどれだけあなたを失望させましたか。模擬宇宙は私を失望させたことなんてない。私を失望させているのはあなたでしょ。自分が偉いとでも思ってるの？今のあなたはまるでグロークラブの一員みたい。ヘルタさん、私はあなたに疑問を抱いているわけでもなければ、あなたが模擬宇宙のためにしてきた努力を否定するつもりもありません。ただ知識やインスピレーションが自由に育つ空間を与えたいだけなのです。もういい。やりたくないならやめればいい。自分で残りの二人に話をつけてきて。あなたの技術も一緒に持っていってね。別に惜しいものじゃないから。私はエイドリアン・テイラーやイプシロンの赤鼻の老人を探すことにする。博識学会に声をかけたっていい。少なくとも彼らは途中で投げ出したりしない。スクリューガム、私たちは知り合って長いけど、あなたのことを初めて冷たい鉄だと思った。申し訳ありません。お恥ずかしいところを見せてしまいましたね。事の発端は私が一方的に学術協力を打ち切りたいと申し出たのです。誤解しないでください。私は彼女やプロジェクトに異論があるわけではありません。模擬宇宙は偉大な実験であり、ヘルタさんは紛れもない天才です。しかしながら長期にわたる研究の過程で意見が食い違うことが増えましてね。
意見の相違は往々にして偏執を生み、知識形成の妨げになることもある。諸子を離れてしまった協力関係ならやめるべきでしょう。感情面ではヘルタさんを信じたいと思っていますが、客観的に考えるとこの関係は終わらせなければならないのです。彼女の精神状態が心配ですか？ユーモラスな回答ありがとうございます。おかげさまで雰囲気が和らぎました。有機生命体の感情は潮の満ち引きのようなもの。それを見極められなかった私が悪いのです。しばらく彼女を一人にしておきましょう。感情の波が落ち着けば今後の話し合いもスムーズに進むでしょうから。あなたは模擬宇宙に用があってここに来たのですよね。それでしたら私でも助けになれると思います。なるほど。検索、密林の奥のかがり火、星々を指す孤独な石鹸、パンクロードの精神。友よ、それは普通の器物ではありません。それはとある巡回レンジャーが宇宙に向けて書いたラブレターです。あなたはパンクロードについてどのくらい知っていますか？パンクロードはデータとテキストで構成された星。そこでは現実と幻想の境界が昼夜のように曖昧になっています。そしてパンクロードのハッカーたちが現実を編集するためのチップ、エーテルカセットには、彼らの世界を認識しそれを書き換える方法が記録されているのです。エーテルカセットはハッカーの生命の記録であり、存在の証明でもある。この宇宙ステーションに収容されているカセットは伝説と謳われた人物のものでした。とある起源によって巡回レンジャーとなった彼は、長い年月をかけて広い宇宙を縦横無尽に駆け巡り、多くの奇人や奇妙な出来事を目の当たりにしました。その中にはカンパニーや博識学会が記録していない内容も含まれています。だからこそそれは模擬宇宙の膨大な演算資料の一部となっているのです。心配は無用です、友よ。このカセットは宇宙ステーションを離れたりしていません。先ほども少し触れましたが、模擬宇宙にとってあれは重要な参考資料。そのため中のデータは抽出され、宇宙モデルの演算に組み込まれています。おそらくですが、これはヘルタさんが気まぐれに決めたことなのでしょう。誰にも知らせなかったためにカセットは行方不明のリストに加えられてしまったのです。あなたの心配もわかります。相手がヘルタさんのオフィスに侵入しようとしたのなら、まず間違いなく模擬宇宙が次のターゲットでしょう。ですので、あなたさえよろしければ私も今回の調査に少しばかり貢献させてください。ご存知のように模擬宇宙は一時的に閉鎖される予定です。私とヘルタさんが明確な結論を導き出すまでその閉鎖は続き、再起動されることはありません。
そう、今がカセットのデータを調べる最後のチャンスなのです。私は模擬宇宙における自身の得意性を生かして、あなた方にできる限りのサポートを提供しましょう。これは模擬宇宙を一方的に閉鎖することに対する謝罪の意でもあります。以上が私の提案です。どうかご検討ください。聞きましたか？僕は驚きすぎて言葉が出ませんでした。宇宙を閉鎖？あれはミス・ヘルタの重要プロジェクトですよ。それがなくなるなんて、彼女どんなに怒り狂うか。あの、もしかしてこれって僕のせいだったりするんでしょうか？僕が敵の侵入を阻止していれば、スクリューガムさんも悲観的にならずに済んだのでは？慰めてくれてありがとうございます。自分には何もできないような気がして悔しい。でも自分を責めてばかりいても仕方がありません。僕たちはカセットのために来たのですから、せめてこの件で結果を出さなければ。スクリューガムさんの話から察するに、これから模擬宇宙の中に入って調査するんですよね。今回おそらく僕は同行できません。なのでオフィスに残ってスクリューガムさんがシステム内部のデータフローを監視するのを手伝います。緊張する。こんなに大きなプロジェクトに参加するのは初めてなんです。でもあなたのためにも頑張ります。